おはようございます、コウマイです、今回ですね、このミックスライカレンズですね、ちょっと動画をですね、いろいろ見てますとですね、あ、こういう機能があるんだっていうことを、ちょっと知りまして、今更ですけども、その機能をちょっと設定しました。それでですね、ちょっとモノクロシーンとかですね、ズームとかですね、面白いのがあったので試したいと思います。ではスタート。はい、ルミックスライカレンズですね。非常にかっこいいスタイルですね。いかがですか。動画を見てますと新しい機能をちょっと、あ、こういうのがあるんだと思ってですね、ちょっとそれでまた楽しみたいなと思います。電源を立ち上げてメニューを押します。そしてカメラのところですね、こちらのですね、どこだったかな、このフォトスタイルですね。今まではここですね、このパレットみたいなのがここにあるんですが、これを押すとですね、今これ通常のスタイルですね。バツになります。これはもう通常のスタイルですね。このバツを一回押すとですね、バツが消えます。そして今ここにトイってなってますね。ここをもう一度クリックすると、いろいろまあ設定がこう選びますね。で、この中にも、モノクロームと、ダイナミックモノクロームと、ラフモノクローム。この3種類があるんですが、ここでですね、このフォトスタイルっていうのがあります。これを押しますと、このナチュラルから通常のタイルですね。で、これをですね、こう下のカーソルを押すとですね、いろいろこうプラスマイナスと設定が自由にできるんですね。まあ、色味を変えたりですね。その他にナチュラルのやつですね、見えますかね、モノクローム、 L モノクローム、 L モノクローム D、 風景という人物、カスタム、まあ、自分設定できるんでしょうね、スタンダードで、このようにですね、いくつかのまだ設定があったことをちょっと知りましてですね、最近これでちょっと、試したいなっていうのが1点と、そしてもう一つ、このファンクションキーですね。ファンクションキーに前はこちらにズーム、テレコムズームいくつか動画で紹介したと思うんですけども、それがここにあったんですけども、このデジタルズームっていうのを設定しました。これはオフの時は通常、そして2倍、そして4倍。結構これで、ここで遊べるなと思って、これもちょっと試したいなと思います。はい、今銀座に来ています。ちょっと光が心地よく入ってますので、何か写真を撮ってみてでも思います。今回はですね、先ほど言った、フォトスタイルの、モノクロのいくつかの、スタイルで試してみたいと思います。はい、今はモノクロームという設定で、動画を撮ってますね。またいい雰囲気ですね。ちょっとバーニーズニューヨークさん、この建物がすごいので撮ってみましょうか。はい、いかがでしょうか。今3つの設定ですね、取り比べました。こういうところも撮ってみましょうか。雰囲気ですね。
はい、いかがでしょうか。結構いい写真が撮れましたね。やはりこういう洋風の古い建物は撮りがいがありますね。もう少しでエルメスのところに来ますね。こちら東急ですね。綺麗ですね。空の映り込みが非常にダイナミックです。撮ってみましょう。これ面白そうですね。はい、こちらは有楽町ですね。でこのガラスブロックがですね、エルメスですね。非常にダイナミックです。ちょっとここで写真を撮りたいと思います。日産のショールームのビルですね。こういうのも面白いですね。映り込みがかっこいいですね。空が綺麗ですね。この影も面白いですね。撮ってみましょうか。ギリギリ太陽光が残ってました。ちょっと曇ってきましたので撮るのが危なかったですね。銀座の通りはですね、本当に通りに対して直角に光がですね入りますので、全部この影がですねまっすぐなんですね。面白いですよね。はい、最後にですね、このズームをですね2倍、4倍、ちょっと試してみますね。はい、いかがでしょうか。結構ズームレンズを使わずですね、このデジタルの2倍4倍で結構使える絵が撮れるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。まだまだですね、このルミックス GX7 Mark III ですけども、多分知らない機能がめちゃくちゃあると思うんですね。ちょっと今回ちょっと新たな発見ですね、このフォトスタイルで、モノクロームとかですね、ズーム、さらに今まではさ、通常と、テレコムズームの2つで楽しんでますけども、さらに2倍、4倍っていうものも、あるんだなと思って、ちょっと遊んでみました。結構面白いですね。また、このカメラを好きになりそうですね。皆さんもですね、このカメラ1台、購入されてですね、いろんな機能本当にありますので、いろんなシーンに分けて、取り分けても結構楽しみます。もしこの動画が良かったなってことは、いいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。では次の動画でお会いしましょう。